We don't take any responsibility.
チスムーサーです。発砲現場近くの立体駐車場の警察は弾痕のようなものを3箇所見つけました。ここから90メートル離れた場所にあります。山上容疑者が撃ったのは銃の射程距離はかなり長かった可能性があります。情報は防げなかったのか。そして一発目の発砲。動き出しから発砲までの時間が9秒。吉川氏はこの間できることがあったと指摘しています。元総理のそばに警護員が近づくことは可能なんですね。そのことによって3秒間の間に安倍元総理を押し倒してでも防ぐことは可能であったように思います。刑事の穴があったことによってこの事件が発生したということは言えると思います。関東に加えて現在は東北で強い雨。発達した雨雲により大雨警報や土砂災害警戒情報も各地で出ています。この後最新のお天気です。東京の感染者数が今日は何人でしょうか。
中のぬくもり首筋の美しい